モーターズ。こんにちは、モーターズの石崎です。最近ちょっといろいろ、石崎よ、お前は一体何者なのかというコメントがちらほらと出てきましてですね、今回は石崎の自己紹介動画をお送りしたいと思っております。で、お前何なんだっていうところなんですけど、石崎はですね、神奈川県横浜市出身の、今年30歳ですね。走り屋って言ってるぐらいなんで、車の運転が非常に好きですね。そうですね、やっぱきっかけは漫画でしたね。イニシャル D、ワンガンミッドナイト、オーバーレール、まあ、世代的にはそこら辺ですね。まあ、基本的にも車で走る系の漫画をゴリゴリ読んできましたと。漫画で車好きになっちゃって、やっぱ最初車買うんですよ。インプレッサの GC8 の後期型バージョン6の RA リミテッドの青いやつ買って、もうそこから完全スポーツ走行にハマってきます。もちろんね、よくあるパターンで最初峠とか行くんですよ。峠とかで走ってるんですけど、まあ事故るんですよね、峠って。基本的なことができてないまま、とりあえず飛ばしてみるから、それは事故るよなっていう。で、事故ってここで練習してでも速くなんないなっていうところから、まあショップさんに行って、俺サーキット走りてんだよねって言ったところから、サーキットでのモータースポーツにゴリゴリハマってきますと。これレースとか出るようになるんですよね。で、レースに出たけど、まあプロじゃないし飯も食えねえと。本当に車好きすぎて、車の楽しさとかをもっと伝えたいな、人に伝えたいなとかってやってたら、今こんなことやってます。車歴としてはインプレッサの GC8、次がランサーのエボ6、これ RS の方ですね。 RX7 の FD の2型のフルブーストアップ、常時ツインにしてました。 GC の後にランサー取ったのは、よく比較される車種だったので、ちょっと雑誌とかインターネットの情報だけじゃ判断したくないなと思って、自分でランサー乗ってみて、どんな違いがあるのかなっていうのを比べてみたと。で、その後に、RX7 FD はやっぱり一度は乗っておきたいロータリーエンジンだし、なんかかっこよかったですよね、に乗りました。ちょっとその時なかなかプライベートも忙しくなっちゃって、こういう車維持できないなと思った時に、 NA6 のロードスター、天禄ですね、 NA6CE、 本当に一番最初の NA のロードスター買って、しばらくロードスターライフを過ごすんですが、ロードスターはもう分かりました、こんな感じですねっていうところがあって、とりあえず軽自動車買うんですよ。で、これがスバルのプレオの AT のスーチャー付きに乗って、で、やっぱり速い車乗りたいなってで、インプレッサの GDB の F 型に乗りました。今度ラリー出るから86で、今回は石崎そこそこ運転できるぞっていうところを、まあお伝えしたいなっていうところで、僕のレースの車載見せます。非常に恥ずかしい車載を見せます。プロの人がもし見てたら、もう笑ってやってください。まず一発目はですね、これはもう3年ぐらい前かな、初めて S 帯スーパー耐久出た時の、車載ですね。で、岡山国際サーキット、チームは和歌山にあるランサーエボリューションの、レーシングカーでスーパー耐久に出ている新庄レーシングさんの、これはエボ級ですね。で、これが今予選中 C ドライバーかな。で、この週からアタック入ります。で、最終コーナーですね。ちょっとこの車オーバーステアが強かったですね。まあ、よく曲がるんですけどね。非常にランサーやっぱ乗りやすい車だと思います。これ本当初めて走ったのかな、岡北。はい。ここがね、ちょっとオーバーステア気味で怖かった覚えがありますね。多分やっぱタイヤの熱入れとかがうまくいってなかったのかなっていうふうに思うんですけど、ここもね、ちょっと下手なんだろうね。ヒーラーというのはちょっと回転が合ってない。この時はなんか勘違いして6500シフトとかで走ってましたね。もっと上回せよっていう、もったいなかった。やっぱりちょっと立ち上がりのオーバーステア気にしてソーイングしてますよね。
オーバーステイ気味なんで、こう結構ゼロカウンターのアングルでかっこよく走れたんじゃないでしょうか。タイムもまあこの時はまあまあ良かったですね。石崎初スーパー耐久の動画をお送りしました。続きまして、去年の茂木のスーパー耐久で同じ新業レーシングさんのエボテンの方で参戦させてもらったんですけど、あらかじめ言い訳しておくと、ずっと雨だったんですよ。雨で予選日にちゃんと初めてドライになったんで、この車乗るのはこのレースウィークで初めてなんですよね。とりあえず1本いっとくみたいな感じで走ったら、結果的に不思議なことになったのということで、早速動画の方行きましょう。はい、ここで最終コーナーを立ち上がって予選アタックに入っていきます。前に走ってるのは同じ新両レーシングの6号車のエボテンですね。でね、優勝争いしてたんですよね、この時6号車が。はい、1コーナー入ってきます。1コーナー入ってくと、わー、ちょうだい。そう、これはですね、実はフロント新品でリア中古なんですよね。まあその組み合わせでもいけるんじゃねえか、 4WD だしということで、そのパッケージングで行ってみたら、思いのほかリアが滑ると。でまあこの後いろいろ出てくるんですけど、また結局割とオーバーステアに悩む車載動画になってます。はい、でこのエボテンは特任でタービンも変わってるんでね、やっぱまっすぐとか速かったですね。ここもね、ほらほら、オーバーステア出ちゃって、もう走りながら、失敗したなーなんてね、もっとタイヤ温めときよかったなーなんて思いながら走ってます。ここも滑っちゃうんですよね。あらららららら。でね、やっぱここ石崎割とバカなんですよ。バカだから、あれどっからブレーキングポイントだっけとすら考えてなくて、何も考えてないまま、ダウンヒルに突撃すると。結果的に、ご覧の通りオーバーランしますと。はい、ああやっちったなと。で最終コーナーもあの走り方は考えてなかったんで、とりあえず突っ込んだらこのようにスピンしましたと。はい、まあそんなような、これはスーパー耐久のモテギでしたね。はい、そうですね、やっぱりもっと運転うまくなってレース出たいですね。うん、 GT3 とか乗りたいし、めちゃくちゃ上手くなれたら GT とかも出たいしね、というような感じで、石崎そこそこ走れる説、まあ、今後も車の楽しいことをお伝えしていきたいなと思っている石崎でした。バイバーイ。はい、プロの走り屋です。今ならお互いに登録すると500ポイントプレゼント、しかも愛車と愛車についているパーツを登録すると最大2000ポイントプレゼント、つまり2500ポイントもらえるチャンス。パーツを買うならお互い。